うちのね、庭の畑でネズミがね、あちこちで回って、結局この壁の中まで入って、基礎の横の土掘っていって、多分入ったんだろうね。で、壁の中走り回って夜中もうるさかったことがあって、で、罠も仕掛けて、捕まえて処分してっていうようなことを繰り返して、それでも減らなくて、でね、それとは関係なくね、俺のじいさんの残した堆肥置き場、堆肥、これ邪魔だなと思って片付けたのね。全部庭の畑の土の中に混ぜてしまって、堆肥置き場を片付けて何もなかったようにして置いたので、その堆肥を出してる時に気づいたんだけど、そこにネズミのいた跡があったのね。で、それ、ああ、ここにいたんだなーって思いながら、片付けて運んで耕して堆肥を土に戻してしまったと。そしたら、その亡くなった後からネズミ一切出なくなったのね。そう。だから、要するにネズミがね、現れてたのは、ここが通り道だとか、なんとかじゃ、畑があるからじゃなくて、堆肥があったから、要は食べ物があったから、ここに集まって、我が家にっていうか、人間にとって、俺にとって都合の悪い、壁の中走り回る、野菜食べるとか、そういう被害が出てたのね。あ、その堆肥置き場を片付けたら、本当に被害なくなって、あの時から、今思い返しても、あの時からネズミの被害が一切なくなった。だから、俺がね、堆肥を作らない理由っていうのは、まあ、他の動画でも喋ってるんだけども、他の一部分で堆肥を作って、そこで生物の営み、草を食べて、で、それを糞出して、それをまた食べて、その生き物を食べてって、その生命の生き物の営みの出がらしを畑に入れる、じゃなくて、畑の土の中でその営みをやってもらって、土ごと発酵させたいっていうことで、俺は堆肥を作らないで生の有機物を土の中に入れて土作りするっていう話をしたんだけども、堆肥を作らない本当の理由って、本当の理由がもう一つの理由が、このネズミ問題があったのね。だから我が家では本当にね、そのネズミの被害に悩まされたけども、堆肥置き場を片付けてしまってから、全然出なくなったから、あ、堆肥作んない方がいいなーって。まあ、要は住宅街の中では堆肥作んない方がいいんじゃないかなーってね。まあ、それでも、一年で作ってすぐ畑に入れるならいいんだけども、うちのじいちゃんはずっと堆積したまんま、ずっと置きっぱなしで何もしなかった。で、畑できなくなって、俺もあんまり堆肥好きな人ではないから、ずっと置いといたら、そこがネズミを発生源地が巣窟になってたみたいで、ね、で、それを片付けたら、ネズミの被害はなくなった。だから、ネズミの被害で困ってる人がいたら、畑の中で堆肥、ずっと置きっぱなしの堆肥はないかとか、ね、ネズミの要は食べ物、ね、要は食べ物がないかどうか、これをチェックしてほしいのね。で、食べ物があればその近くで巣作るんで、で、それが今回うちの中に入ってしまったって、壁の中走り回って、ここじゃないけどもさ、ね、走り回っていたっていうことがあるんで、まずは食べ物をなくすこと、これをね、徹底してほしいなって思います。で、青森にはね、イノシシいないんだけども、静岡ではイノシシいました。で、あれもね、刈り草を置いとくじゃん。ね、堆積して買って集めて少し置いとくと、その下にミミズが集まるんだけど、そのミミズを求めて集まってきて、穴掘ったりなんだりするから、置いといちゃダメだっていうふうな教わってきたのね。まあ全然青森では役に立たないんだけども。だから、生き物、害虫にしても害獣にしても、ね、害虫は虫で害獣はイノシシとか、今回我が家で悪さしたネズミとかなんだけども、彼らは食べ物があれば集まってくるんで、まずは彼らが好むような食べ物を置かないこと、意外とこれできてない人多いんで、まあ、うちもできてなかったんだけど、堆肥置き場ずっとそのままにしてたから、そうなんだけども、食べ物を置かない。そうすれば、まず集まってこないし、で、彼らが隠れられるような環境、好むような環境を作らないっていうことを徹底すればね、畑からね、害虫の被害っていうのはだいぶ減らせるんで、まあ、今回ね、うちの我が家の話でいけば、ネズミ。本当に堆肥を、片付けたら、堆肥置き場を片付けたら、良くなったんで、で、俺が動画で出してる、
うねとうねとの、ね、間、まあ、草が2つあるんで、うねとうねの、わかりづらいな。うねとうねの間の通路に草を敷いておくって、これだったらネズミ寄ってこないです。集まんないです。本当に。だから、皆さんもね、ネズミの被害で困ってるってことがあれば、置きっぱなしにしている、野菜の残さとか、堆肥置き場とかないかっていうのをチェックしてみてほしいなって思います。本当に彼ら厄介だし、彼らを捕まえた後、まあ、それをね、捕殺、殺して処分するっていうことも結構大変なんで、心が痛むんで、ね、まずは集まらないような環境を作る。で、一つとしては堆肥をずっと置きっぱなしにしない、ほったらかしにしないっていうこと、環境を整えてあげる。彼らが好むような環境にしないってことを意識して、畑作り、環境作り、まあ庭だから庭でやってれば家にね、悪さし始めるかもしれないんで、そういうところを意識して環境作りをしてみてほしいなって思います。で、という話ですね。うん。本当にね、困ったよ。家の基礎もね、結構ね、コンクリートも破って中に入ったりしてさ、本当に困ったんで、家の近くには堆肥を作らないっていうことを、うちのじいさんに伝えたいけれども、この間亡くなったんで、まだうちのコツがあるんで、拝みながら報告したいなと思います。